皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もカップヘッド遊んでいきましょう。さあ前回ですね、最後のマップワールド3の攻略を開始したところでですね、今こういう状況です。一応 A ランクを取っておきました。ピアサッカーな、あそこね難かったわ。結構運要素は絡む。で今日もね、次のマップに進んでいきましょう。次のステージ、まずこっちかな。開通したところ、これも多分ラン&ガン。この人は、あ、もう、ボルフガングというやつは。これ何、モーツァルト？ボルフガング・アマデウス・モーツァルト。音が多ければいいと思って、やたらと楽器を使うんだ。少ないは豊かの真の意味を分かろうともしない。お前たちなら、私の正しさが分かるだろう。あの音痴を説得してやってくれ。あいつは私の言うことを聞こうともしないんだ。どこにいるんだろう。で、こっち、ジャンクヤード。これもボス戦かな。まずはね、ここ行こう。デコボコ山脈、ラウンドガン。よし、さあ、ミッションスタート。早速、ヤバそうなやつがいる。あれ、ブーメランか。プラス、火の玉。あ、ここに、2匹目。よし。あ、これ、引き戻しか。くそ、これ、めちゃくちゃ厄介よ。なんだ、これ。いや、速攻死んだ。これ、むずいな。お前には断崖絶壁も頂上も越えられやしない。今すぐ諦めるんだな。これどうしようかな。どの武器が相性いいのか。あの、ホーミングかな、もしかして。あ、でもこの骸骨か。多分これが吸っちゃうんだ、ホーミングを。で、この、あー、この延長線上やべえと思ったら。よし。さあ、誘導していこうか。これ復活するのね。で、あー、不発の方。久しぶり。いや、こんなの食らうだろ。ひでえな、これ。シュッ。で、そこに、こうか。どう？さあ、中間地点。だと思う。あ、こういうあれね。ちょっと、今、処理落ちしたろ、今。これ、きつい。よし。ドラゴンちゃん。たまにパリーできるやつは入ってくる。こういうやつ。ただ基本はできない。よし。はい。さて、ゲージマックス。で、またなんか変なのが湧いてきたよ、下から。あれ、何？こいつなんだ、これ。さあ、とりあえず、瞬殺したい。よし。おい、また処理落ちたよ、おい。処理落ちいかんって、これ。あ、そこに、コインある、コインある。よし、取った。またこのコックル。ここ意外と平和ね。割と突破しやすい。またこいつか。よし。さて、ゴールはどこだーと思ったら、一つ目巨人サイクロプス。何この足場、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。弾幕。おい、処理落ちした、今。今、絶対カクってなった。これなんだ、これ。今の多分ゲームのせいかな、よくわからん。絶対カクってなった。さあ、今のとこ順調ですね。こいつがよくわからんのよな。何してくんのか。ただ、割と柔らかい。さあ、ここで、サイクロプス。一つ目巨人。やり合おう。殺し合おう。で、これはまあ、こうかな。やっぱり。あ、だから今、カクってなったんだって、今、これ絶対なってよ、これ。これ許せんな、マジで。ニンテンドースイッチ許すマジ。あれ、ずるいだろう。はい、あー、こんなところにコインですか。待て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 。ちょ待って。これヒットしてんの、これ。はい、あ、死んだ。これむずいな。どこら辺？もうちょいか。よしよし。もうちょいだ。さあ、コインだ。チャーイ。コイン取って。あ、いった。これきついな。よし、さあ、これを最後にしたい。あの、処理落ちずるいよ。これ、こっちのせいかな？もしかして。PC の。
いや、多分違うはず。よしよし。こいつ、雨。さあ、ここは、対空稼いでやっていくか。危ねえ。よしよし。結果オーライ。で、この先に一匹いる。ですね。で、コインを取って、こっち。さあ、リフト。うん、これやっぱカクってなったな。明らかになった。あ、これパリー回数稼がんとダメか。高ランク取るためには。これもなかなかにエグいね。さあ、2回。で、コインがある、コイン。そう。よし、取った。まあ、いいかな、パリーは。2回ですね。あ、やべ。あ、よし、セーフ。で、ゲートさんは、瞬殺する。よし。瞬殺コロコロ。うん、これ絶対カクってなってんな。何なんだろう。はい。で、この子も、はい。引っ叩いて、で、さらにゲート。こいつも引っ叩く。よし。で、こっからですね。こっからマジでカクってなられると本当に困る。こうだ。あ、今なったな、カクって。これね、感覚が本当に絶妙なんだよな、これ。なんかたまにこうギリ到達できない時がある。で、コイン。そう。くっそ。どうだ。これってね、倒すもんじゃないの？これもしかして。そうなのか。よくわからねえ。早く。早く、ゴールとかあんのこれ。よし、ゴール。オッケー。ちょっとご利用したけどもゴール。さあ、どうかな。ランクこれ B プラスかな、多分。B かな。ですね。ここむずいな。処理落ちが一番きつい。あれさえなければ全然いける。よしよし。で、こっちか。こう開通した。これもボス戦かな。ですね。ウェルナー5丁、途中兵隊。軍人か。軍人すらも、カジノビタリ。と、霊廟がある。あと、ショップね。豚野郎。これちょっと買い物しようか。あ、ね、追跡弾が欲しい。さあ、これかな。チェイサー。長距離攻撃だが威力は控えめ。で、照準を合わせる必要がない。追跡タイプ。よし。で、それと、ね、チャージ。これとね、これかな。コーヒー。よし。ほぼほぼ全部。で、最後これ、ツインハート。これ5円か。ただお金がない。でもこれもうランドガンって全部やったよ。どっかで拾えるのかな、コイン。あの、NPC か。さあ、この子は？お見事。ボヤたちは私が認める本物の A ランクだ。これでボヤたちも私と同じように世界を体感することができる。これはなんでこの子は。いや、親愛なる君たち、素敵なボーナスを獲得したよ。オプションメニューで新しいビジュアルモードをチェックしてごらん。オプションモード。待ってね。で、新しいビジュアル。あ、これか、フィルター。キネマカラー。いや、これはいらんだろ。さらに見にくいだろ。まあ一応こういうスキンがありますと。フィルターか。よし。さて、で、それと、霊廟、霊廟行こうかね。霊廟3。またこれ必殺技か。なんだろうね。よし。ヘルプ。助けを求めている。ジジイ。あ、これ早いな。単純に早い。ジジイジジイ。一般人。一般人。はい。あ、こういうパターンか。これちょっと待って、怖いな。よし。さあ、5回。ピンボール。これ、耐久度ありそうと思ったら分裂するのか。分裂するとは。あ、また来た。
はい。これオートパリーね。これ超便利だわ。さあ、こっちも。はい。まずい。左遷。もう良くないこれ。はい。5連。よしよし。さあ、実績アンロック。大魔術師。多分0秒全クリアかな。あ、来てくれたのね。また意地悪のお化けに捕まって困っていたのよ。助かったわ。これは私に見つけることができた最後の魔法の必殺技よ。じゃあ私はもう行かないと。この先も頑張ってね。チャリス。さようなら。もう捕まんなよ。よし。で、霊廟ってね、なんか知んないけど崩壊するんだね。これいかんだろう。で、必殺技。これがですね、ジャイアントゴースト。自分の体と魂を同時に操り、最大級のダメージを与える。これやってみようか。多分分身だわ。ジャイアントゴースト。で、大きいのかな。さて次。軍人さん行くか、もしくはこっち。ジャンクヤード。博士のロボットと踊る廃品工場。これなんかむずそうだな。一旦そうね、こっち。軍人のうち、これ行ってみよう。ウェルナ校長と中兵隊。さあ、これも、初見なんでよくわかんないです、マジで。え、何？今なんでこうやった？あ、あれだ、下にこう、炸裂してんだ。左右に。そんなんありか。あ、で、なんか変な目が見えるよ。なんかいるんだ、奥に。もう一回。今これだいたい2割ぐらい。よし、2戦目。まずペチペチやって、で、これ回避して、はい。よし。で、これですね。これは、赤いところ。よし。はい。もう一発。これ何これ。あ、それ踏むんだ。多分。これ何起こるんだよ、これは。あ、冗談か。それ行かない方がいいじゃん。あ、で、下は下でこれか。回転の小切り。これむずいぞ、これ。ただ半分ぐらい。我が輩のパンサーは究極の兵器だ。お前たちに勝ち目はない。よし。必殺技、まあ、あれ見てみようか。さあ、携帯チェンジ。で、上はまずい。で、こうか。かわす。よし、よ。さあ、これで、下段に行く。お、下段に行け。あ、これよくわからねえ。あれ、強いのかな？どうなんだろう。これ何これ。あ、火炎か。これね、これ視覚的によくわからんな。さあ次、携帯変化。下。あー、今な、ミスったな、クソ。あ、これむずいな、これ。これしゃがみで回避できるのかな、これ。よくわからん。ちょっとしゃがんでみようか。はい。はい。よし。さあ、どっかのパン。これ回避して。で、携帯変化。交換簡単。まだ全然いける。で、こっちに来て、これしゃがみかな？あ、違うわ。こうだ。これで、下段。で、これしゃがみ。あ、プラス火炎か。待ってね。これ忙しいわ、これ。で、こっち。で、こっちなのか、多分。あ、そう、火炎か。くそ。忘れとった。あー、で、なんか猫ちゃん来るよ。誰の猫なん、これ。
おお、ちゃちゃ、ブレブレブレ、上から降ってくる。これ回避しやすい。こっち、危ねで、これも回避しやすい。はい、それなに、それなに、それなに、幽霊さんが来ます。パリで、からの、あ、これ忙しい。よし、一匹いった。くっそ、こいつ勝ってえな、こいつ。よし、勝った。意外とやりやすいね、この子ね。あ、中に乗ってたんだ。ロボットだったんだ。さあ、多分 A ランクだと思う。どうかな ?A マイナス。ですね。よしよし。いや、でも両ボスですね。なんかね、見切った時の脳汁がすごい。見切ったーっていう。さあ、これでベルナー校長、この魂の契約書をゲットした。よし。今ですね、こういう感じ。リスト見よう。残り4ステージですね。これそうね、もう一人ぐらい。これやって終わりにしようか、ジャンクヤード。博士のロボットと踊る廃品工場。これ行ってみよう。さあ、これまんま博士ですね。と、巨大ロボット。これ、あ、シューティングか。今更気がついた。シューティングステージね。で、これパリって、あ、これが厄介なんだ。あの、うねうね系の、コキ。すげえうねうねしてくるもん、これ。ほら。これ厄介ね。で、ダメージは、うん、取ってますね。ちゃんと。いいよ。で、パリしないとダメなんだ。で、さらに、ミサイルが飛んでくる。さらに、左からなんか来る。手か。あ、死んだ。手がね、あの、弾撃ってんだ。これなかなか強いな、こいつ。任務完了、ターゲットを破壊しました。破壊されました。イエスさん2戦目。これそうね、あいつを誘導しておく必要がある。あの、これ腹のここか。これいいんじゃない?ここに向かってこうひたすら撃っていくっていう。うん、誘導できる。ある程度。で、パ、あ、まずい。パリかけて、あ、これパーツをどんどん破壊するんだ。あいつの。あぶね。こっち。さあ次。あの、頭かな。いてぇ。あ、磁石、磁石やべね。頭部。あ、出てきた。これまずいだろう。よし。さあ、ほぼほぼ全破壊。からの、ハート。そこか、弱点は。さあ、小型化してしっかりかわして、また磁石来るよ。で、どうなんの?あ、顔面打ってくる。これどこら辺?半分手前ぐらいか。さあ、胸元。いただきやす。で、頭ドーン。よし。こっからさ、どうなるか。これ、どっから来たんこれ。あ、ばらまいてんのか。あいつが。さあ、こう、どうやってダメージ与えんのこれ。あ、上か。待ってね。いや、これきついな、これ。よくわからねえ。どうかな?よし。で、この携帯ね。これがね、厄介なんだよな。そう。上来て、こっち。なんかたまにそう、真ん中から来たもんね。あれがよくわからん。危ね。下から来て、上から来て、もう良くないっすかこれ。よし。なんかこうドクターワイリーっぽくなる。これはパリじゃないんか。くっそ。騙された。
で、こう通過して、これもむずいな、これ、おい。パリ、よし。くたばれ、このボケじじい。あ、まずい。通過。よ、こっちはまだ優しいわ。見てかわせるっていう。こっち。さあ、パリかけて。これ何、最終形態なのか。ちょっと待ってね。あっぽいな。うん、これ、しのげば OK だ。よし、いけるぞ。よし、こいつはいけるぞ。まずは、ボム。これにして、4発ぐらい当てて、こっち。で、真ん中に誘導しよう。レーザーを。で、からの顔面、破壊する。いけるか。よし。で、次。やっぱ、胸元かな。腹か。お腹、腹肉。よし。さ、腹肉壊して、次、胸。よし。さ、慎重にかわしながら、正確に。あ、これまずい。あぶね。いやあぶね。今のやばかったな。よし。さあ、これで次の形態。これもね、結構厄介ね。いやー、今のよかった。くっそ。こうだ。下から来て、真ん中か。たまにそう真ん中来るんだな。上から来て、次下から来て、ほら。で、こっから来る。で、次下から来る。ボム。よし。さあ、最終形態。ここはまあしっかりかわしていきましょう。見てかわす。もうそれしかない。見てパリする。ぶち込む。待ってね。こっちだ。危ねえ、今の。見えにくい、見えにくい。目がおかしくない、こんなの。こっち。頑張れ、博士。マッドサイエンティスト。よし。で、パリって、待って待って、もうちょいであの、ボムがいけるんで、そう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 。ボムが使えれば、多分、一気に決着をつけられる。よし、あ、終わった。終わっちゃった。マジか。まあ、せっかくなんで、ボム。はい。さあ、これ、ランクどうかな。多分 A かな。A マイナス。タイムが微妙ですね。A マイナスかな。よし。まあ、A 取れればいいでしょう。よしよし。で、こう開通したんだ。カール博士のロボット、この魂の契約書をゲットした。え、なに？カール博士じゃないの？ロボットの方か。さて、で、シアトル。映画館ね。と、この方。これ何？で、ルードヴィヒのやつは少ないは豊かなんてことをお前の頭に注ぎ込んだってわけだな。さっきの人か。あのバカと喋ってると何もかもがあべこべな気がしてくるぞ。俺は忠告してやったからな。さて、で、リスト見て、今こういう状況ですね。残り3ステージ。これ全部汚染か。よしよし。さあ、どうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回ですね、この残った3つか。このボス戦を攻略していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回カップヘッドでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。